DRM で、がんじガラメな iPod を販売するサンフランシスコの Apple トア前で抗議の声を上げる支持者たち。If you リガリやクワイアミュージック、You need to have the light to manage it, on all other devices that you own というジョブズの発言が書かれたシートを掲げている。2006年6月10日、メディアを再生する BBCiPlayer のヒフリービデオフォーマットに対する抗議でも、 2008年 BBC ホワイトシティ前 Defective by Design とはデジタル著作権管理に対抗するためフリーソフトウェア財団により立ち上げられた運動である DRM は書籍や音声 CD のように普通に不自由なく利用できるメディアに慣れ親しんだユーザーが同じように購入した映画、音楽、文学作品 ソフトウェアそしてハードウェアを自由に使用する権利を阻害する。ディフェクティブバイデザイン運動の原点となる考え方は DRM が製品の使用を制限するよう故意に欠陥を作り出す設計からなるという概念である。彼らはこれはデジタル著作物の自由の未来を奪うものであると主張する。当団体は巨大メディア、非協力的なメーカー、 DRM ハンプ者をターゲットとし、広く啓発する要この問題を提起し、率先して運動への参加者を増やすことを目的としている。本運動は、社会運動の本流との共通要素を探り、フリーソフトウェアの支持者たちが社会的に関わるようになることを推奨する FSF の初めての奮闘の一つと表現できる。 2006年後半時点での登録者は1万2000名以上に上ると当団体は主張していた。DRM は音声、映像、コンピュータゲームを含む様々なマルチメディア製品を暗号化するために利用される。そしてそれは製品を所有するユーザーを権利保有者の意向に沿うよう制限する意図を持っている。DRM となりる,るものの例は次が挙げられる。 著作権侵害の抑止を期待して、メディアの複製を制限もしくは禁止すること、または、競合他社のハードウェアメディアのような非認証製品を消費者に利用させないよう、合法的保管や共有とシステムへの入出力アクセスの暗号化または阻止を行うことである。DRM はユーザーが CD、または DVD を複製するのを妨げる。 DVD を視聴する際広告をスキップすることを妨害する、または競合製品間での相互運用性に関する問題を引き起こす。テクノロジーに精通する者の,の間ではしばしば DRM を迂回する手段を発見することは可能とされるが、このような方法は容易ではなく、場合によってはアナログホールと呼ばれるデジタルデータからアナログデータへの変換に伴う脆弱性を、 利用することになる。また別の場合では、DRM はユーザーにメディアの違法な方法による利用をさせないだけではなく、合法的手段すらも妨害する可能性がある。DRM 保護されたメディアの複製の制限に加えて、DRM はコンピュータを所有者の意図に一貫して、反した動作を行うよう許すことにつながる。ディフェクティブバイデザインは、 FSF とシビキャクションス両者の共同運動である。後者はアドボカシーキャンペーンをオンラインで展開する企業組織である。党運動の主催者はシビキャクションスのグレゴリー・ヘラー、FSF の執行役員ギーター・ティー・ブラウン、シビキャクションスと FS 会双方の理事であるヘンリー・プールである。 当運動は2006年5月に開催された Windows ハードウェアエンジニアリングコンファレンスに合わせ DRM 反対の抗議の声を上げるため立ち上げられた。抗議運動において FSF のメンバーは黄色の科学防護服に身を包み本運動のキースローガンでもあるフレーズ DRM 技術を内包するマイクロソフト製品は設計からして欠陥であるとの説明が書かれた。 パンフレットを配布した。以来、党キャンペーンは大きな成功を成し遂げた活動を数々立ち上げてきた。アメリカレコード協会をはじめとする世界各地の関連組織に対し、各組織の DRM についての立場を聞き出すため、数千件の電話問い合わせを行うキャンペーンを成功裏に導いたと党運動は主張する。一方、 アップルの iTunes による DRM 規制を支持していることで有名な U2 のボノと会談を持ったことは特にこれといった成果を上げていない。しかしながら4大レコードレーベルは軽争中の訴訟を取り下げ DRM を音楽販売の現場から除去するためアップルとマイクロソフトを取り持った。 公式ウェブサイト defectivydesign.org b、y D e S I G、は2006年10月3日を反 DRM デート宣言し、アメリカやイギリスの主要なアップルストア前で、いくつかの野外イベントを開催した。再び科学防護服を着た活動家たちが抗議の声を上げ、イタムズや iPod メディアプレイヤー内に内包されている DRM をアップルが使用している事実を、 白日のもとにサラスリーフレットを配った。また本運動は、バドビスタ運動とともに2007年1月30日、タイムズスクエアにて活動を行った。科学防護服を着た活動家は、Windows Vista の DRM やトラステッド、コンピューティング機能についての危険性を保持した印刷物を配った。また同時に Vista を入れ替えるのに適した。 フリーソフトウェアがインストールできる CD も反布された。ディフェクティブ・バイ・デザインウェブサイトは、タギングキャンペーンを奨励している。これは Amazon.com の商品タグ付け機能を利用して、賛同者が特定の商品をディフェクタベイビディスイン、タグを付けるというもので、ターゲットとなる製品は DVD プレイヤー、DRM 保護された、 DVD, HD, DVD、HDDVD、Blu-ray ディスク作品、Windows Vista、常そして iPod が含まれる。このタグはタギングが許可された外部サイトでも表示される。またスラッシュドットでは DRM と Vista を取り扱ったストーリーでディフェクタベビリスインタグが見られる。ありがとうございます。